ケニーブラックケニーブラックはスウェーデン人の元レーシングドライバー。1999年のインディ500優勝者。1980年代末にスウェーデン解散で活躍後、1993年北米のバーバーサーブシリーズでチャンピオンになる。国際会3 3 0 0 3年目にシリーズ2位となり、その間会1のテストドライブも経験する。 1997年活動の場をアメリカに移し、R に参戦。アージ・ホイトに移籍をした1998年には三勝マーク、してチャンピオンに、翌1999年には、インディ500を逆転で勝利を収めシリーズ2位と、大成功を収めた。2000年に、カートへ転校、レイホールに在籍をし、初年度から活躍し、シリーズ4位で、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得する。 翌年は4勝 6PP でシリーズ2位へと躍進。2002年はチャンピオンを狙えるチーム、チップがナッシュに移籍をするが、最終戦の1勝のみでシーズンを終了した。2003年はカートの騒動から R へ流れたメーカー、チームと歩調を合わせて R へ移籍復帰し、カート時代のフルスレイホールへ復帰をしてシーズンを戦うが、最終戦で大クラッシュ。 腰椎などを骨折する重傷を負い、手術を受けた。約1年半のリハビリ及び休養の後、2005年のインディ500で復帰。予選では、ポールポジションのスピードを上回る結果を出したが、予選3日目であったためスタートは23番手。決勝ではハンドリングに苦しみ92周を終えた時点で、リタイア、26位に終わった。翌2006年、ブラックは、 引退を発表。引退後は、マーカス・エリクソンのマネージメントをしている。2009年8月、ロサンゼルス郊外のホームデポセンター周辺で開催された、X ゲームズ XV のラリーカーレーシング部門に、フォードフィエスタで参戦。決勝で、スバルインプレッサを操るトラビス・パストラーナと対戦。パストラーナのミスもあり、見事金メダルを獲得した。年に、 ベネトンで、会一のテストドライバーを経験し、翌年のレギュラーシート獲得も期待されたが、実現することなく、アメリカへ活躍の場を移した。これは、当時ベネトンのマネージングディレクターであった、フラビオブリアトーレが、自身のドライバーマネージメント参加に入ることをオファーしてきたが、これを誇示したことが原因と言われる。フラビオは、当時すでに、チームマネジメントをこなす傍らで、 ドライバーマネージメントも手掛け始めており、若手を中心にいわゆる、子買いのドライバーを増やし始めていた。ドライバーにとっては、買いカテゴリーでの活躍一環で、い一のレギュラーシートやテストの機会が用意される機体もある。反面、フラビオが数多く抱える他のドライバーとの兼ね合いなどにより、自身のレース活動が制約を受けたり、 高額なマネージメント量を跳ねられるなどデメリットも言われており、これを嫌ったブラックは以降の F1 での活動の場を奪われたと見る向きが強い。ありがとうございます。